皆さんお疲れ様です。今日も一緒に頑張りましょう。レッツワークアウト。今回は短時間で腰回りにしっかり効いてくるトレーニングです。一種目目は両手でチョップするようにして腰をひねっていきましょう。頑張っていきましょう。今回は30秒を2セット行って休憩を挟んでいきます。腰回りの浮き輪肉ってめちゃくちゃしぶといですよね。今回はそこを一緒に刺激していきましょう。この種目では腰をひねるようにしてチョップしていきましょう。なるべく反動や勢いを使わずに丁寧に行うことがポイントです。続いては足を斜め方向に交互に上げていきます。足を斜めに上げて下ろして、上げて下ろしてを繰り返していきます。最初はなかなかきつくて最後までできないと思うかもしれませんが、筋トレやダイエットは継続していけば必ず体が変わってきます。ですので最初から無理をするのではなく、徐々に徐々に最後まで続けられるように意識して頑張っていきましょう。今日は一緒に頑張っていこう。休憩です。続いては片方の肘を斜め方向、太ももあたりに向けて上体を起こしていきます。この時にも腰をひねるようなイメージを持つと腰回りに効きやすくなりますので、意識して頑張りましょう。続いては片側の腰回りのお肉を刺激していきます。片側ずつ丁寧に行うことによってより刺激が加わると思いますので、意識して頑張りましょう。腰をひねって腹筋をギュッとした際に息を吐くことによって負荷がより乗りやすくなりますので、できる方は意識して頑張りましょう。続いては反対側です。反対側も同様に丁寧に腰周りの肉どこに効かせてるかをイメージしながらやっていきましょう。皆さんまだまだできますよ。次のセットでラストになりますので、この短時間だけ僕と一緒に最後までやりきりましょう。少しずつ頑張っていけば必ず今の体は変わっていきますので、一緒に最後までやりきりましょう。ラストの休憩です。ラストは腰が床につくくらいに腰を交互にひねっていきます。さあこれでラストのセットになりますので、しっかりと休憩して挑んでいきましょう。続いては頭から足まで一直線の姿勢、プランクの姿勢の状態で腰を交互にひねっていきます。ダイエットや筋トレで体を変えるには筋トレ以外にも食事がとても大事になります。そこで僕らがおすすめしている弁当のレシピを最後に載せておきますので、ぜひ筋トレ終わった後に作ってみてください。続いては膝を交互に上げていきます。膝を腕、肘あたりにぶつけるようにして上げていきましょう。その際に横腹がギュッと縮む感覚があれば大丈夫です。これでラストになります。ラスト皆さん今きついとは思いますが、耐えて頑張っていきましょう。必ずこの努力で体が変わっていきますので、一緒に楽しく筋トレ継続していきましょう。3、2、1、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回のメニューは丁寧な動作と効かせることを意識するだけで、かなり腹筋にも効いてくるメニューにはなっています。ぜひね、3セット1日やるようにして継続していきましょう。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録高評価お願いします。私以外の動画でお会いしましょう。バイバイバイ。